おはよう前橋から。皆さんおはようございます。おはようございます。11月6日、時刻は7時25分を回りました。ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはかんら、元気にお送りしてまいります。改めましておはようございます、磯日彩香です。あっただっこい古仙じいちゃんですはい、今日は古仙じいちゃんと、はい、金曜日、はい、お送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あちゃん1週間ぶりだね。ねえ、古仙ちゃんお休みいただきありがとうございました。いえいえ、しっかり祖母を、はい、見送ることができました。そうですか。はい。どうも。はい。それ以上のこともありません。お疲れ様でした。はい。あのね、つないでいた、あの、くれた命を、はい、無駄にしないで、しっかり、ね、生きていきたいなっていう気持ちで。うん、いろいろね、はい。思い出を忘れないように。そうですね。はい。います。ありがとうございます。さあ、そしてですね、昨日、いよいよこの時期が来ました。はい、2020年の流行語大賞の、うん、候補が出ましたね、皆さん。なるほどね。なるほどっていうか、毎年ね。ねえ。あるね。この時期になると。うん。そうだそうだって思って昨日見てたんですけど。それが、なんていうか、よくあるよね。ありますね。いや、流行ったかな、みたいなのはね。うん。今回は候補が、うん、まあ、35。35。はい、30、あ、ごめん、35。35。はい、だから30です。35個ね。だから30だって言ってるだろ。言ってるでしょ、じいちゃん。ツンツン、はい、30の候補が出たんですけど、うん、見る感じですね、うん、半数を新型コロナウイルス関連で占めています。どうしてもね、きっと話せないね。そうですね、うん、あのアベノマスク、うん、3密おうち時間、うん、あとテレワークとか、うん、そういったコロナウイルス関係のワードが多かったですね。はい。でも中にはこう自粛ムードが続く中でも、こう楽しみとか流行もあって、あつ森、動物の森とかね、そういったあつ森とか、うん、あとはやっぱ動画がすごく来たじゃないですか、うん、やっぱステイホーム中に、うん、で特に愛の不時着、韓国系のね話とか、うん、半沢直樹のさ顔芸恩返し、うん、などそういうのも入っていましたね。中にはちんぷかんぷんだな、ジジイにとってはなそっか、うん、じゃあ今日ね、でも時間が9時までありますのでね、はい、ちょっとずつでもねご紹介できたらなと思います、うん、さあ皆さん、今年はねどれが流行語大賞になるのか予想もしてみてください、うん、はい。ではおじいちゃん、今日のメールのテーマいきますか。今日のテーマはね、特殊な経験。はい、今日は特殊な経験です、うん、何やら古仙じいちゃんは特殊な経験たくさんしてきたそうですね。秘密にしてるのに言ってるじゃん結構なので皆さんも振り返っていただいて、はい、特殊な経験した出来事を教えていただきたいですね。はい、ね、いろいろ教えて、うん、うん、ちょっと難しいかもしれませんけど、ちょっと小さなことでもいいですよね。うん、どんなことでもね、うん、はい、日々ね、この後あるかもしれない、さっきあったとかね、あれは何だったんだ、怖い怖い怖い、ね、向こうの山からなんか光るものがみたいよね。さあ、メールお待ちしております、はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。時刻は7時48分です。おはようすみやさんのコーナーです。このコーナーは前回の振り返りコーナーとなっています。昨日はですね、うん、コンビニで買えるスイーツ、お菓子のおすすめを教えてください、うーん、というテーマです。豊さんとお送りしたんですけど、うん、皆さんから、まあ、コンビニでね買える、まあ、スイーツ、お菓子、アイスなどをメールいただきまして、うん、この中から、まあ、5品ぐらいに絞って来週豊さんが、まあ、買ってくるんですね。え、珍しいじゃん。そうなんですよ、うん、そうなんですよ、だってそれで、うん、まあ、2人で食べながら、うん、どれが私たちの中では1位かを決めるんですけど、うん、それを皆さんに、まあ、予想していただきまして、はい、で当たった方には
なんとあの845の MWAVE のステッカー、サイン入りステッカーをプレゼントします。へえ、ステッカーまだあるんだ。あるんですって。隠してあるんだな。そう、もうなかなか流出してないと思ったら。そうみたいですよ。隠してあるんだ。そうなんですって。はい。なんでこう流出されてないものなので、うん、それ非売品みたいな感じで。非売品だ。そうなんですよ。で、古仙ちゃんもぜひサインもらえますか？サインですか？うん。いいよ。いいの？今ためらったのは何なんだろう。今親指見たけど大丈夫？親指見た。古仙ちゃんだけ親指の指紋、うん。親指の指紋見てさ、今指紋にしようかなと思って。指紋認証。面白い。うん、いいじゃん古仙ちゃん。ね、それで。もうね。指紋なんかいらないよっていう人と指紋マニアとかいるもんね、きっとね。指紋マニアがいるんです、うん、指紋をこう取ったりとかするのが趣味なんです、鑑識みたいなね、うん、ちょっといねえかそんな、わかんないけどさ。サインの練習しとこう、うん、しといて古仙ちゃん。でなので皆さんもね来週ちょっと予想をねしてください。またねホームページにあげますので、はい、ではスミユさんのメールいきましょう、はい、おはようございます。おはようございます。コンビニで買えるスイーツ、お菓子のおすすめ教えてください、うん、去年まではコンビニに行くと新発売のタグがひらひらと揺れてるスイーツを手に取ってレジに持って行ったものです、うんうん、しかし今年ダイエット開始してからコンビニに一度も行ってません。そうなの。スミヤさんダイエットしてたみたいなんですよ、隠れダイエット。隠れダイエット、そう昨日判明したんですけど、ービールやめれば痩せるんじゃない。あ、隠れなこと言っちゃったよ。余計なそこだけはやめられないんだもん。巻き戻して古い言い方が。コンビニに一度も行かないってあるんですね。それどうなの、大丈夫なの、ストレスたまんないのねえ、うん、実際は行かれていた方ですもんね、新発売を見るとついつい買ってしまうっていう、ね、わあもう心をこうぐっとね、意志が強いね。強いですね、うん、確かにねコンビニってやっぱ美味しいけどその分ね、うん、あの食見るとねすごいそうそうそう、いろんなもの入ってますもん ね、あれこの新しいやつなんてね、買っちゃうよね。まあね、もう私なんてコンビニ生活ですよ、もう正直。そうですか。あんまり言いたくないですけど、世界なんて考えられない。わあ。え、本当に1日1回行かない日ないですよ。あ、毎日行ってるんだね。ほぼ毎日行ってます。素晴らしい。え、なんか私結構最近現金を出さないでやっぱこういう電子マネーとかをよく使うんですけど、うん、その履歴とか見るともう本当にコンビニ、あコンビニでなんかお給料が減っていくみたいな感じですかね。そうですかね。だからそんなもんですかね、まあ、どうですか皆さん。どこにもあるもんね、コンビニってさ、うん、数多いもんね。ねえ、また美味しいんだしね、いろんな商品もあるしね、すぐ買えちゃうもんね、はい、ね。でもね、スミヤさんダイエット頑張ってくださいね、無理せず、ね。まあ無理しちゃダメね。そうね、もう年なんだからね。ねねとか言っちゃったらそんなことないですよ。無理が禁物。今古仙ちゃん合わせちゃったじゃん、うん、古仙ちゃった。さあというわけで以上、はやすみやさんのコーナーでした。すみやさん、はい、ありがとうございました。どうでした。では古仙ちゃん、ちょっと時間ないのでこのまま行きましょう、はい、今日のテーマお願いします。今日のテーマはね、なんだっけ、特殊な経験。今書いていたやつ見なきゃ忘れちゃったよ。特殊な経験、特殊な経験です。うん、うん、なんかちょっとあれこれ不思議だなとか、不思議だな、うん、ね、うん、なんで鼻毛がこんなに伸びるんだろうとか空気が汚いんだよ、うん、もう解決したったじゃん、はい、でも本当にちょっとしたことでいいんですよね、うん、古仙ちゃんの今のその鼻毛は分かりやすかったです、すごく。なんかね、ほこりっぽいところに、ね、うんうん、何日かいるとなんかやっぱ伸びがそうなんですね、すげえ早いような気がする。あ、時間だ。では皆さん、今日特殊な経験でお待ちしております。さあ時刻は8時20分を回っています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と古仙じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのね、ラジオネームドビンチョビンハゲチョビンさんからね、チョビンさんどうした、もうね、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、って言ってて、うん、最近朝からバタバタと立て込んでて、うん、聞いていてもメールが出せないの、うん、でもね、素敵な古仙ちゃん、かわいいあーちゃん聞いてたよラジオ、でも行かなきゃ早出なので行ってきます、あーっていう風に、お仕事ね、
いただきました、うん、聞いた今素敵なあ聞いたってあーちゃん言ってた俺が聞いただよ素敵な古戦ちゃんだって素敵な古戦ちゃんだって何言ってるのねもう何かあげた方がいいんじゃないですか目が老化してきたなドビーさん嬉しいね朝の忙しい時にねありがとう ね、うん、だから皆さんもね朝忙しい中でも、うん、お墓から聞いてくださってる方が古戦ちゃんいるわけですよありがたやありがたいですね、はい、本当に今週もありがとうございましたまだまだねあと30分以上ありますのでお付き合いください、はい、では2020年の流行語大賞の、うん、流行語大賞はいあの候補の言葉が30出たんですよね、うんはい皆さん見ました？うん、どうだろう。ちなみに去年2019年の流行語大賞、うん、覚えてます？あ、覚えてる？誰に聞いてんのよ。あ、見えない人に聞いちゃった。怖いよ。隣にいる見えない人。特殊な体験だよそれは。怖いよ。覚えてますか？全然覚えてない。ヒント、ラグビー。うーん。え？あ、時間もったいないよ。じいちゃんのね、はい、脳を活性化しようとしてもダメだね。ダメだね。何も出てこないっつうか、うん。正解は、うん、ワンチーム。へえ。え、それでもピンとこないんですか。そういえば聞いたことあるかな、ワンチームって。ねだって2019年はこう、うん、本当にラグビーのね、年ですごく感動をね、うん、いただきましたよね。あ、それだったんだ。そう、スローガンでワンチームっていうのがあってね、それが流行語でございました。あとは結構、電子マネー系のものも多かったのかな。うん、あと、令和になったから令和とかね、そういうこととかも多かったですけど。なるほど。はい、今年どうですか、古戦ちゃん、見る限り。今ね、うん、数えたらね、うん、聞いたことあるのが15個半分だったねお半分もあったでも古戦ちゃんの中でも、うん、どうですか印象的にその半分古戦ちゃんの中にもってもっと少ないと思ってたんだな、うん、だって古戦ちゃん最初わかんない全部って言ってたじゃん、うん、パッと見ねなんかあれ半分もねえかなっつって一応数えたらね、うん、印つけたら15個あったからありました、うん、じゃあなんかちょっと言葉言ってもらっていいですか？ほんとね、うん、あれどこだっけ？ごくね、数日前に知ったのがね、はい、カゴパク。出た！これね、2、3日前に多分知りました。カゴパクってね、カゴパクですよ、うん、あのスーパーのカゴ持ってっちゃう人のことらしいね。そうなんですよ、あのね、うん、四角のカゴを持ち帰る行為で、あれです。いわゆる盗っ人だよな、ね、泥棒だよね。やっぱ7月のレジ袋有料化に伴い問題化されていまして、うん、まとめ買いをしてそのまま自動車に乗せて帰る事例が多いねえ。スーパーでは注意喚起している。堂々と泥棒ね。うん、ねえ。でもなんか袋いりますかって言われて、うん、あ大丈夫ですって言った時にこう手で抱えて持って帰るのが、うん、なんかちょっとピーってならないかなとか、これやる人いないのかなって。自分のマイバッグ持ってないの？私マイバッグを持ってかないんですよね。持ってかないんだ。それはあのスーパーとか行くときは持ってきますよ、うんうん、でもちょっとコンビニは。コンビニぐらいだとね、そう、うん、持ってかないじゃないですか、なんかなかなかね、うん、そうね、なんか、うん、もうそれも慣れちゃえば平気になるんだろうけど、まだちょっとね、うん、むき出しで物を持ってね、お店から出るのって抵抗あるね、うんうんうん、ちょっとね、ありますね、うん、あとは何か気になるのありましたか？うん、ないないない、うん、でも結構見る限りやっぱりコロナウイルス関係多いですよ ね、 ね、アベノマスクとか、うん、3密クラスター。アマビエってさ、はい、ギーちゃん今年初めて知った、そういう妖怪の名前だって。確かに、うん、疫病をね治めると言われてる妖怪ですけど、うん、あとフワちゃん来年いるかななんて時々思ったりとかするんだけどそうだね、結構あのフワちゃんが入ってることがびっくりしましたね。フワちゃん急激に来たね。すごかったですね、うん、YouTuber でお笑い芸人のね、うん、女性タレントなんですけど、ね、フワちゃんがね、はい、なんかこうスポーツブラにミニスカートっていうのでね、うん、あの衣装ね、うん、冬場大変だよね、表でなんかイベントある時とかね確かにね、うん、寒いだろうな。ただこうワイドショーのコメンテーターとかもね、うん、すごく見るから、うん、ああやって結構ふざけしてるけど、うん、きちんとしたコメントもね、考えもあるから、実はねやっぱね、うん、頭良くないとなかなかできないですよね。はい、ねえ、あとはねやっぱ半沢直樹さんの顔芸があったりとか、あ AI 声とかありましたね、あの将棋の藤井さんの。あそうか、 AI 声ってそれのことか。そう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 、
藤井聡太さんのですよね、うん、顔芸恩返しって今ね半沢直樹って言われてああそうかって思い出した、うん、思いましたか、うん、そういうのもあるので結構全部知ってるかもしんない意外と知ってました、うん、ヒントくれればじゃあちょっと次の時間も行きたいから、はい、ちょっとメール寄りましょう、はい、メールのテーマお願いします。メールのテーマは特殊な経験です。はい、ラジオネーム深谷から来ましたさんです。来ました。ですね、以前催眠術の体験をしたことあるんですって、うん、最初は催眠術なんて本当にかかるのかなと興味、ね、半分でしたが、うん、心を無にして言われるままやっていくと本当にかかってしまいすごくびっくりしました、うん、体が思うように動かなかったり手が下ろせなくなったり貴重な体験なおかつ特殊な体験をしました。とても楽しかったです。私実は深谷さんと同じイベントに出演してまして、うん、かかった。私も催眠術かかってしまって、うん、私は体調を崩しました。そうなの。でちょっと本当にステージから降りるぐらいのあらららら。深谷から来ましたさんはだいぶかかってたみたいです。スタッフさんの話によると、信じてなくてもそういう人ほどかかっちゃうかな。かかるんですよね。トゥーパンプスさん、パンプさん、海外で仕事をしていると大都市だけではなく田舎町へ行くことがよくありました、うん、私は主に新興国での仕事が多かったので初めて日本人を見るという人たちがいました、うん、日本人は私だけ。そんな特殊な経験が何度もありました。その地域の結婚式やお祭りがあるとたくさんの人たちが私のことを興味津々で見ていました。彼らにはまるで宇宙人が来たような感じだったと思います。言葉が通じなくても動物たちは動物が好きな人には寄ってきます。私が犬や猫と遊んでいる姿を見るとそれまで遠巻きに見ていた人たちが笑顔で私の近くに集まってきました。今の日本で外国から来た人がたった一人で困っていたらその人に寄り添うことができるでしょうか。海外で現地の人たちから親切にしていただいた恩を少しでもお返しできたらと私は考えております。なるほど、いうメールをいただきました。まあじいちゃんはね、うん、まあ、こう日本で海外の人に親切するけど、うん、海外で親切にされたことがないね、うん、ない。犬とか猫も寄ってこない。なんか知らない人に怒鳴られたことある歩ってただけで、赤城山大噴火さんね、大噴火さん、双子なんですって、うん、だから注射の打ち間違いを経験したことがあって、あれはこれはねちょっとね打たれそうになったことがあるのか怖いよ。怖いね。ねえ、いや双子とか、そっかね、間違い、親も間違っちゃう。あ、時間です。また40分台でお会いしましょう。はい、おはよう前橋から。8時47分をちょうど回りました。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小千じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日のおはからのメールのテーマはこちらです。はい、特殊な経験。はい、特殊な経験ということで、ラジオネームルルちゃんからいただいております。ルルちゃん、以前もメール送ったことがあるんだけど、うん、子供の頃にお友達の家に遊びに行った帰りに、うん、なんと豚に追いかけられて家に帰ったことがあります。珍しい一生の間に豚に追っかけられる人はそうはいない。いないよね、うん、あの時は本当に怖かったのよ。今では笑い話だけどねこれいつ聞いても面白いですね。放し飼いの豚がいたんか、ね、どっかが逃げてきたんかななかなか豚いないぞうん、子供の頃の話ですよね。だから ね、 ねえ、でもそんな昔じゃないよね。ルルちゃんまだ若いもんね。そうですね、うん、ルルちゃん30代かな、うん、そんな感じだよね。うん、うん、舞台に追いかけられることなんて本当特殊な経験ですねないやね。酒太郎さんからです。酒ちゃんならありそうだけどな。特殊な出来事、うん、やっぱり平日伊勢崎から前橋間を走る無人自動車かな。あれ磯日でしょってああそうか、ほらほらちゃんと運転してるよ。一応ね、どのあたり目から上ぐらいは出てる。ちゃんと出てますよ、うん、
ただあるじゃないですか、日よけのバイザー、うん、バイザー、うん、あれ意味ないんですよ私。ああそっか、そう、あれやっても全然届かなくて、うん、日が入っちゃうっていうのが悩みです、ね、なるほどね。さけちゃんがね、うん、赤城山での体験ということで、うん、一直線の虹、太陽の周りを囲うような丸いドーナツ型の虹、うん、大沼から角満淵に遡上するものすごい数の体長30センチ以上のイワナの群れ。いい、そんなでかいいるんだ。地蔵岳、うん、下から見ると何本かアンテナや塔が見える山の、うん、山際の木々が後ろからの光を浴びて、うん、急に何倍もの大きさになって見えたこと、うん、ブロッケン現象の一種かなって。ブロッケン現象ってなんか聞いたことあるけど、ふーん、ね、いろいろ山はね不思議なことがあるんで、ね、うん、ありますけど。古仙じいちゃん結構特殊な経験されてますけど、じいちゃん昔あれで、うん、夜中に赤城山お化けツアーってのやってあの昔ケーブルカーがあった乗り場のところで、はい、なんだかわかんないけど横にスーッと流れてく白い光を見たことある。何、うん、わかんない、結局なんだかあれは何だったんだっていう、い、うん、見ちゃったんです、見ちゃった、あ、うん、でコノマにね、あの、うん、湖面から手がいっぱい出てくるっていうのを見に行ったんだけど、真っ暗すぎて何にも見えねえって、足元も見えないっていう、うん、結末でした。結末だったんですね、はい、じゃあ古仙ちゃんにはまあ見えなかったのかな、それは、うんうん、なんかね、サトシさんが結構そういうの見れるみたいですよ。あ、そういう能力があるんだ、うんうん、話聞いたけど本当に怖すぎて、うん、なんか一回言ってほしいぐらい、リスナーの皆さんにっていうぐらい。あ、そういう特集ね、うん、その後やっぱ私気分悪くなりましたもん、うん、あ、話聞いただけでもダメなんだね、うん、ダメでしたね、うん、ママちゃん、特殊な経験というのとは少し違うかもしれませんけど、うん、妊娠出産もその一つかなと思います、うん、自分の体の中で新しい命が育って、それを産んで育てていくというのは女性にしかできない貴重な経験、うん、生まれた時から大きい息子ですが、先日ついに身長が101センチになりました。あれ、息子ちゃんって4、5歳ですよね今。4、5歳で大きいね。大きいですね、うん、私小学校1年生100センチで入ったんで、それもちっちゃいんですけど、うん、もう小学校入れるレベルのいや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 、大きいですね。でも確かに妊娠出産は本当に特殊というか貴重な経験ですよね、うん、だね。古仙ちゃんがやろうと思ってもできないことですもんね。そりゃそうだけどさでもすごいよ、命がけだからね。いや本当にそうですよね、いやねえ、できなくてよかった、そんな命かけたくないし、うん、そんなこと言わないで、ね、言っちゃったねえ、今週の失言、うん、失言ね、失言のね、もうイエローカード、今日の失言が、そうだね、もうレッドカードね、うん、渋々さん、渋々さん、特殊な経験といいますか貴重な経験をさせていただいたことがあります、うん、群馬の企業を紹介する番組で群馬テレビの取材を受けたことがあります、うん、他にも企業を紹介する雑誌の取材も受けたことがあります、うん、雑誌の取材の時は俳優の佐藤蛾次郎さん、蛾次郎さんも来られていましたが、その時は分からなくて、古仙ちゃんご存知かな、もちろん知ってますよ、蛾次郎さん、あのもじゃもじゃ頭をわーってね、かき回したりとかしてみてるもんだったけどね、うん、もうお亡くなりになっちゃったんですよね。そうなんですね、その方が来られてたそうですよ、貴重な経験ですね、それね。貴重ですね、高崎のパパさんからです。パパさんは、好きなアーティストのライブに行って、うん、なんかね、こう昭和歌謡だったら何でも披露してもいいよって言って、うん、急にステージに立たされて、うん、1曲好きなアーティストの前で歌わされたっていうね、貴重な経験をしたことがあるんです。ちゃんと歌えたのかね、うん、すごいねそれもね。どうします、古仙ちゃんがね、うん、例えばなんか好きなアーティストいます？絶対無理だよ、あの歌ってって言われて歌えます？歌ってって、うん、絶対無理人見知りもすごいんだよ俺、本当に何もできない、金縛りになっちゃうね。金縛りになっちゃう、うん、ハワイのママちゃん、
タイちゃんの描く絵は魂が入ります、うん、また出品して帰ってくるとまた変わっているんです、うん、たくさんの方に見ていただいて褒めていただくと絵が変わります、うん、生きてるようなんです。不思議です。ママより、まあ、生きてるんでしょう。絵が変わるんですか。まあでもすごい、ね、そういうことですよね。なんか人物の絵でさ、うん、目が開いたりとか閉じたりとかっていうの、そこまではっきりわかる。なんかあるじゃないそういうの、うん、でもやっぱりこうちょっとこうね、分かる人には分かるんでしょうね、このね。そう、分かる人には分かる、うんうん、富岡のアリオンさん、アリオンさん、特殊な経験とかけまして、うん、なんて読むのこれ、うん、ま、ごめんなさい、かけてくれたのに、うん、かけて、帽子試着か、普通に呼べばいいんか、うん、特殊な経験とかけまして帽子試着と解きます、うん、その心はどちらもはっと思ったことでしょう。あ、帽子だけに上手。なるほどね、はっと、うん、かけていただきました。ありがとう。なるほど、おそ松さんはでしたといただきました。本当におそ松ですね。お上手です。あ、言っちゃった、ま、もうダメ、レッドカードもう退場です。ご先生さあ、というわけで今日皆さんから貴重な経験いただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。またね、来週もたくさんメールをお待ちしております。はい、よろしくです。さあさあさあ、あのね、うん、今日は結構ね、流行語大賞のノミネート語候補がね、いろいろと30出ておりましたけど、どれになるかなねえ。コセンちゃんさ、さっきさ、なんか気になったのがあるなんて言ってましたよね、うん、気になったの、香水か。ああそう、香水、なんで香水、これただの香水がノミネートされてるわけじゃなくて、うん、シンガソングライターエイトさんっていう方の楽曲香水が大ヒットしました。これね、無名のシンガーだったんですよ。ああ、知ってる。エイトって8って書くんじゃないっていうのは分かってる。そう感じてね、動画投稿アプリ TikTok っていうアプリがありまして、うんうん、ここで一気に話題になりました。あ、その人の曲名が。そうなんですよ。へえ、あ、そういうの珍しいね。だから、うん、そういう今は無名な人たちがどんどん世に出てくる世界じゃないですか、うん、YouTube とかもそうだけど、ね、制作会社の人とかも、もうプロの方じゃなくて、ね、プロじゃない方もみんな制作ができちゃう、クリエイターの方とかも多いみたいですよ、うん、今は。この人はあれでしょ、チョコプラと PV 作った人じゃないの。あ、そうなの。あ、そうかもしれない、もしかしたら。ね、うん、そんなぐらいじいちゃんだって知ってんだよあーちゃんが分かってなかったわ。自慢したりとかして、はい。あとはね、あ、これ分かる、エッセンシャルワーカー。あ、分かんない。こちらもエッセンシャルワーカーもノミネートされてるんですけど、エッセンシャル、人々が暮らす上で生活維持に欠かせない業務についてる人のこと。うーん、例えばコロナ禍においてもテレワークなどができない医療従事者の方とか、うん、スーパーの店員さんとか、うん、ゴミ収集員の方とか、あ、そういう方のことを言うんですって。で、感謝の気持ちを伝えるフライデーオベーション、うん、ブルーインパルスによる感謝飛行なども行われましたよねっていう。あ、曲芸もね、ねえ、エッセンシャルワーカー。 DJ もエッセンシャルワーカーかなもしかしたらもしかしたらもしかしたら、今度はエッセンシャルワーカーの個性ですっていうのかっこいいなちょっと言ってみてください、うん、エッセンシャルワーカーしておりますあとソロキャンプとかも入ってますね。あ、ソロキャンプね、一人でキャンプをするソロキャンプが ね人気。一人キャンプ流行ってる。キャンプ用品の売り場が増えたよね。確かに、うん、今グランピングとかもすごいですもんね。あとやっぱりタレントのヒロシの YouTube、 ヒロシチャンネルっていうのが、ね、それが結構ね人気で、そういうヒロシ自分の山買っちゃったっていうのが。そうなみたいですよね。キャンプどこでもできちゃう、敷地内で。やっぱコロナだからキャンプは流行りましたよね。なんかやっぱこう見ていくと、やっぱコロナのワードもすごく多いし、うん、そのコロナ禍でやってきた活動っていうんですかね、うんうんうん、そういうのも多かったですね。そうだね、今年はね、うん、多いな。ズーム映えっていうの言葉もあったし、うん、あとあれだね、 NiziU が入ってますね。あの韓国とで合宿、なんか日本のアイドルの、わかるかな、コセンちゃん。わかんねえ、縄跳びダンスの子たちですよ。え、知らねえ。え、NiziU知らないの、コセンちゃん。あ、また言われちゃった。これはね、うわ、どん底に落とされちゃった。これは流行りに乗れてないよ。今晩眠れないな。ちょっとコセンちゃん絶対NiziUを調べて、うん、ね、よろしくね、うん、気のない返事をして多分調べないさあ、というわけで皆さんにいろいろありますので調べていただいて、はい、皆さんの対象どれだと思いますか。コセンちゃん、ちな
みどれだと思いますか。一つ時間がないのでポッとお願いします。 PCR 検査。 PCR 検査いいねいいね、うん、私は3密、うん、多分これで来ると思います。あやっぱコロナ関係かね、うん、さあ皆さんはどれが対象になるでしょうか。当ててみてください。メールもお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。担当はあーちゃんとじいちゃんでした。またね、バイバイ。またね、じいちゃんって。